今日で私70歳になりますそうとか言って70歳になります。なりましたね。自分が70歳になるなんてね、本当に信じられないんだけど、なっちゃったんだよね。ばちゃん、あのばちゃん見えてる？映ってるかな？映ってる映ってる。ばちゃん、それは今度の動画で流すから、今はこちらの動画をどうぞ。Happy birthday! 誕生日おめでとう。元気で70歳こき迎えられてよかったね。これからもたくさんの人に笑顔と元気与えられるように体に気をつけて頑張んだよ。今日は三島大社来てます。みんなが健康で過ごせるようにお願いしてきたからね。8月待ってるよ。会おうね。たまげ食べ。しおちゃん、お誕生日おめでとう。70代を頑張ろう。いっぱい遊んでね。しおちゃん、こきおめでとうございます。しおちゃんのおかげで山形から一歩踏み出すことができました。しおちゃんのおかげでたくさんの人と出会えました。しおちゃんのおかげで人生に素敵な思い出がたくさんできました。本当にいつもいつもありがとうございます。いつまでも笑顔で元気でいてくださいね。おめでとうございます。ちょっと食べてない最後どうも、帰ってきます。一応、コキおめでとう。これでね、そこら辺の階段から撮ってもいいんですけど。はい。まあ、河川負けとしてはね、ちょっと面白くしたかったんですけど、聞いてくれることで。これからもね、千代らしく、コキに立って、元気で明るく頑張ってもらえたらいいかなと思います。で、安子とね、一緒にこれから交流したいと思います。私はどこにいるでしょうか。ここです。チオー、コキおめでとう。マッサージチェアを使ってたくさん仕事して、これからも元気でみんなに幸せあげてね。勝山家からでした。バイバーイ。ヘッテイク2以上。勝山家からでした。バイバーイ。逃げろー。しおちゃん、お誕生日おめでとうございます。
Happy birthday to you. Happy birthday. ちおさん、70歳のお誕生日おめでとうございます。毎日ちおさんのドールで癒されています。これからも頑張ってください。今度カントリーフェスタでお会いしましょうね。孫のとわくんです。おめでとう。またね。ちおさん、コキをお迎えになられましたね。おめでとうございます。いつもたくさんの夢を与えてくださってありがとうございます。おめでとう。おめでとうございます。ケツカさん、お誕生日おめでとうございます。インスタグラムに YouTube と憧れの毛塚さんが毎日頑張っている姿を私たちに見せてくれて、毛塚さんが身近な千代さんになってます。目標に向かって一生懸命進むその姿を見て元気をいっぱいもらっています。新しい年代もパワフルな千代さんでいてください。遠く岩手よりエールを送らせていただきます。またお会いできることを夢見て、もう一度お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。わあ、70歳じゃなくて信じられない。これからも無理しないでいつまでも私たちの憧れの人でいてくださいね。大好きだよ。おめでとう。ちおちゃん、コキおめでとうございます。わーい、70歳だなんて信じられない。これからも無理しないです。あ、ちおちゃん、コキおめでとう。おめでとう。ちおちゃんが70。はあ、時が経つのは早い。千代ちゃんと出会ったのは私が32歳で、千代ちゃんが39歳の時だったと思います。その時千代ちゃんは40歳になるのをめっちゃ楽しみにしていて、世の中に年を取るのが嬉しい人がいるもんだと思って。でもそんな千代ちゃんを見てて、私もすごく40歳になるのが楽しみになったことを覚えています。それがあっという間に63になってしまいましたが
そのうち仲間店誘ってもらって一緒にやるようになって、いろいろ勉強もさせてもらって、千代ちゃんとの思い出はたくさんありすぎて、いつも本当にあの母のように実な姉のように耳の痛いことも言ってくれて、本当にありがたい一生のお友達だと思っています。これからもお互い元気で大笑いしながらずっと一緒に遊んでいってください。これからもよろしくお願いします。コキ本当におめでとう。大好き。Making me feel fine. I wish the day would never come to an end. So come on and party. One day you will see that it's your birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. 長さんおめでとうございます。ミルクチョコペコです。おめでとうございます。ベリードールズの田畑聖子です。千代ちゃんお誕生日、そしてコキおめでとうございます。千代ちゃんは YouTube とかね、始まった時ちょっとびっくりしたんですけど、どこで何やってもね、とにかく何やっても可愛い、こんなに可愛いね、70歳、なかなかいないですよ。みんな分かってると思うけど、でパワーをねたくさんもらえる、笑顔と楽しそうにして美味しそうにものを食べて元気に仕事をして、でまたもうアクティブにどこでも出かけてね、あんなに忙しい人なのに普段の生活もすっごい楽しんでて推し活もしてるしね、そういったのが本当にね見ていてたくさん刺激をもらって、あ私も頑張ろうかな、もっと楽しく頑張ろうっていう気持ちにねしてくれます。これからも70代まだまだね若いから、80代90代100歳になってもきっと今と変わらず可愛い女性だと思います。いつまでも元気でお互い頑張ろう。大好きだよ、ずっとずっと大好きだ。ななちゃん痛いよ、やめてください、やめてください。
手塚千代さん、コキおめでとうございます。私は誰でしょう。鼻が高いんですよ。ほら、はい、普通のおじんでございました。本当におめでとうございます。まさか千代ちゃんが70歳を迎えるとは思いませんでした。私も先日元気に74歳をベトナムで迎えました。ちょっと噛みましたね。ぜひ次回は2人乗りでベトナム一周しましょう。じゃあいつまでも元気でね。バイバイ。誕生日おめでとう。いくつになったんだ。今年はな、雪割れ少なくてよかったで。まあ俺エグマリには一回来てみろよ。ほら、主にもらった高田名言うさぎマナ大切にしておくぞ。なあ、毎日抱っこしてんだ。コキー、おめでとう。笑わない。おばあちゃん。コキー。コキーが無理だ。なんでやねん。おばあちゃん。コキー。おめでとう。元気に。ハッピーバースデーツユー。おめでとう。